はい、皆さんこんにちは。以前 XS20 が今年の富士フイルムの、ね、今年初の、まあ、初というか、まあ、初かな、初めて、今年初めて出す、新型機種になるだろうと、まあ、ほぼ確定情報のようですというお話をしましたけれども、ちょっとね、前回のお話の時に、センサーどうなるんでしょうね、まあ、こんな話もね、していたわけなんですが、ここに来てですね、まあ、ここに来てというかもう1週間ぐらい前かな、また新しい情報がネット上で出ていまして、センサーもだいぶはっきりしてきたようです。ということで、XS20、今度のね、5月24日でしたっけ、X サミット、あれでどうやら発表されるだろうという線が濃くなってきています。で、まあ、5月24日発表で、まあ、発売が多分その1週間か2週間後ぐらいにはもう富士フィルム売っちゃうんだろうと思うんですけど、でね、肝心なセンサーですよ。XH2 とか XT5 とかね、4000万画素クラスのトランスシーモスの5かな、第5世代ということで載せてますけれども、4000万画素クラスが来るのか来ないのか、じゃあ来ないんだったらどうなんだと、まあ、こんな話だったんですけれども、まあ、結論言うと、どうも今の X トランスシーモス4だから XT4 とかね、XS10 とか、XE4 とかあの辺に載っている現在使っている2600万画素これをねそのままどうも使うみたいですね XS20 で、で、とはいえですよとはいえ、エンジンは新しいエンジンを搭載するということで、まあ、いわゆる段違い平行みたいな、ね感じになるんですけれども、そんなことで、まあ、画素数的には2600万画素でエンジンが新しくなるということでね、僕はそんなところがいいのかなというふうには思います。おそらくこういう情報で、ネット上でも割とね、いやちょっと4000万画素を期待してたのに残念だなっていう声ももちろんあるんですけども、むしろ、まあ、2600万画素の、方が使いやすいというようなご意見の方が多々あるようなので、そういった部分では、まあ、ユーザーさんからは割と歓迎されているんじゃないかなと、今回のその富士フィルムの選択がという感じがしています。で、まあ、2600万画素、まあ、その X トランスシーモス4要は現行の今使ってるね、まあ、今使ってるってもだんだんなくなってきていますけども、それをそのままセンサーを使うということなんですが、まあ、一つメリットとしてはね、まあ、4000万画素もいらねえよっていう向きの人にはもう朗報っちゃ朗報だし、まあね、4000万、もうちょっと僕ね、XH2 とか XT5 使っていませんので、わからないですけど、詳しいところは。ただね、間違いなく一つのね、ファイルデータ、1枚のファイルデータは、まあまあ、2600万画素に比べれば、結構でかくなるでしょうし、まあ、APS-C ですから、まあ、フルサイズほどではないとは言うものですよ。言うものの、やっぱりちょっといろんなね、まあ、メモリーカードであったり、あと保存するハードディスクであったり、やっぱりね、新しいものを買え、まあ、容量のね、でかいものを買わなきゃいけないかな、なんて、そういう、まあ、プラスアルファの、出品も出てくるでしょうし、まあ、本当スチール写真にしても、まあ、動画なんかもね、そんなね、4000万画素もいらないわけで、特に。そういう方からすると、まあ、だから、一般ユースからすると、まあ、2600万画素も必要十分と、まあ、12分って言ってもいいと思うんですけども、そういうことですから、まあ、今回、まあ、2600万画素のエクストランスシーモス4、まあ、これで十分じゃないかなと思うわけなんですが、まあ、ネット上ではね、まあ、古いセンサーになってしまうわけで、まあ、もちろんその性能的には全然現役張れるセンサーなんですが、まあ、イメージ的にですよ、まだその前のセンサーをね、以前のセンサーをそのまま使うということでちょっとこう製品イメージが損なわれるんじゃないかななんて、そういう、まあ、不安視されるね、
向きもあったりもしたりしていますが、まあ、皆さんどうでしょう。僕は全然いいと思うんですけど、ぜひなんかそこら辺で、まあ、富士フィルム、もうこれもほぼこのセンサーは今の2600万画素のセンサーを積むというのはほぼ間違いない情報のようなんですが、それを受けて皆さんのご意見等々あればぜひコメント欄に書いていただくとめちゃめちゃ嬉しいです。まあ、そんなことでね、XS10 ね、今の現行機割と、まあ、どうだろう、やっぱり小型軽量で動画もスチルも両方撮れると。で、まあ、こんなことで、割と、ね、ライトユーザー向けでもあるし、一方で、まあ、1台何か、まあ、フルサイズでもいいし、まあ、例えば XT4 とか XT5 とかね、 XH2 とか、まあ、ちょっと上位な機種を使っておられる方のサブ機、ね、そんな位置づけで、XS10 というのは発売販売されていたと思うんですけども、まあ、そういった狙いからすればですよ、まあ、繰り返しになりますけども、まあ、センサーはまあまあ手頃なところで、行った方がいいのかなと思いますし、まあ、もちろんそのコストダウンにもね、つながりますから、今だいたい11万台なんですかね、ボディでね、 XS10 が、まあまあいろいろね、今部材がこう半導体やどうのこうのってね、値上がりがしていますので、もしかすると、まあ、売り出してね、最初 XS20 って、まあ、13万とかぐらいなのかも分かりませんけれども、まあ、それでもですよ、4000万がその新型の今のセンサーよりもコストダウンできるっていうのは間違いないと思うので、まあ、いろんな意味でね、僕はいい選択なんじゃないかなと思ったりなんかしています。まあね、そんなことで、5月24日にどうやら新しいその XS20 が発表されそうなんですけれども、一方ですよ一方、ちょっと前に僕の動画でもね、お話をしていますけれども、破壊的なカメラが出るという噂もちらっとあったりなんかしたんですよね。で、その破壊的っていう部分からすると、今のセンサーをそのまま継承するっていうことで XS20 が出るんであれば、 XS20 はまあ破壊的なカメラではないと間違いなくそう言えるわけで、じゃあ何と破壊的っていうのは何、まあ、これがね、またちょっと謎が謎を呼ぶっていうか、まあ、謎が謎を呼ぶというか、 XS20 が見えてくるにつれ、じゃあ破壊的って何よという感ともね、ちょっと一方で、モヤモヤ感がこうまた増幅されたりしてですね、もしかして X Pro 4、これがなんかやらかしてくるのかな、なんかね、もしかしてですよ、ペンタックスもね、モノクロ専用機を出したじゃないですか、もしかするとね、そういうのを出して、まあ、でもな、もう他でやってるライカにしてもペンタックスにしてもモノクロ専用機出して、まあそれで富士フィルムが出すのはいいと思うんですけど、出すのはね、 X Pro 4でモノクロ専用 X Pro 4なんかいうバリエーションが出てもいいとは思うんですけど、まあ、それが破壊的かっていうと、もうこれもちょっと違う気もするし、なんでしょうね、破壊的ってね、ここがちょっとヒロさん的にもモヤモヤするし、おそらく、富士フィルムファンの皆さんにおいても、じゃあ何と、もしかしたらこれチキかもしれませんよ、もしかすると X シリーズじゃなくて、X シリーズとか GFX でもなくて、もしかするとチェキがなんか破壊的なものを出していくのかもしれません。まあちょっとね、この辺はまた5月24日に、そう来るかっていうのがね、出るんじゃないかなと楽しみに待っていたりするわけで、ございます。はい、この辺もまた皆さんいろいろご意見等々あれば、コメント欄にぜひいろいろ書いていただくとめちゃめちゃ嬉しいです。どうなんでしょうね、破壊的なカメラ。はい、それでは今日はこの辺で。